腹が減ってるやつはいないか、前もん食いたいやつはいないか、料理覚えたいやつはいないか、食を楽しみたいやつはいないか、はいはい、それなら手を上げ声上げ呼ぼうぜ、 Call his name、 ソーラのカラと、はい、あと白菜メンチが来ましたね、観光大使の白菜メンチね、やっぱ観光大使だけあって、観光大使自ら宣伝です、この白菜が入ってるのね、はい、あ、ね、なんか、なんか、あ、白菜たっぷりじゃないですか、もういや、チケチケ、念願の白菜メンチカツを食べに近くねえか、これ大丈夫か、これやってきました、これ茨城県八千代町の白菜メンチカツ、これちょっと押してみようか、ほら、これ肉汁かい、これ取って取って、ほらほらほら、これちょっと箸でつまんだけでこんな肉汁、いただきます、あく、これマジテンション上がる、これ、うん、白菜がスポンジ状になってるわけだ、うん、でその白菜が肉汁がで、こんだけ中に肉汁がはまるわけですよ、猫とめ、はい、だからソースはいらない、肉汁がこのメンチカツの、白菜メンチカツのソースとなるわけなんです、いいね、猫とうまいな、皆さんもぜひ、八千代町に来て白菜メンチカツを食べてください。以上、八千代観光大使クックマンでした。どうもありがとうございました。バカ野郎。まだ足んねえ。みんなで叫ぼうぜ。エビバンセ。クックマン。クックマン。クックマン。茨城県。茨城県八千代町にあります県遊館です、温泉に入りがてら白菜メンチどうぞ食べに来てください、よろしくお願いします、よろしく、売ってるよ、花丸の何これ、ジャンバー、ジャンパー売ってるよ、クックマンだ、みんなチャンネル登録してくれ、頼んだぜ、よろしく。